ライオンたちとイングリッシュは2000年4月3日から2010年11月22日に放送され PBS が制作した英語学習番組である。日本では2003年4月10日から2007年3月29日まで NHK にて全80話が放送された。なお、レギュラー放送される前では2002年4月29日から2003年1月3日まで 放送されていた。登場人物の一人であるクレオとロバートワード、上院議員。図書館の館長を務めるライオン一家に起きる出来事を通じて、英語を楽しく学んでいく番組である。主にメインとなる図書からワンフレーズを取り上げ、同じ母音を含む単語を中心に物語を展開する。日本では本編自体は吹き替えで放送し、主題歌は 英語のまま放送していたが、一部シーンと一部コーナーと、挿入歌は英語音声、日本語字幕で放送されていた。チュンチュン。という回では、セサミストリートのビッグバードとアーニー・トバートがゲストとして登場した。日本国内での VHS と DVD においては、NHK ビデオにて、全10巻が2003年に1巻ずつ発売され、2話分が、 収録されたが、現在は廃盤である、発売元、ポニーキャニオン、協力、国際メディアコーポレーション、ありがとうございます。